monthly special program on the last Sunday of every month. Panasonic presents Gorilla Radio Go. 皆さんこんばんは。今更ながらですが、明けましておめでとうございますということで、まあもう29日だからね、明けましてムードはもう全然ないし、ライブもやってるしなんですけど、このねゴリラレディオは今回、今年初ということで、今年も皆さん何卒よろしくお願いいたします。はい、毎月最終日曜日夜8時から月1回のマンスリープログラム、アレキサンドロス磯部ひろゆきのナビゲートでお送りしております、 Panasonic Presents Gorilla Radio 2023年始まりましたということで、我々アレキサンドロスですね、今年1月入って1月の16、17日に、去年俺がコロナになってね、本当は8月にやる予定だった相模原の振り替え公演がやっと16、17で、できましたということで、もうね本当にみんなねコロナ仕方ない仕方ないって言ってくれるし、まあやっぱ自分でもそういうのはね分かっちゃいるんだけどもね、まあただやっぱ8月来ようとしてたけど来れなくなっちゃった人も中にはいると思うので、ねすいませんでした。また近々ねそういう人たちはお会いできるのを楽しみにしてるんですけれども、でねライブ終わってもうすでに新曲を我々作り始めていまして、結構ねいい曲が陽平さんからこう出てきてますので、本当にあのねメンバーとして俺も楽しみだし、今後この曲たちがどうなっていくのか早く皆さんに届けたいなと思って作ってるんですけれども、でそうやって制作の合間を縫ってですね、昨日28日は福岡ペイペイドームで福岡ミュージックフェスティバルっていうイベントがありまして、そこでライブやってきました。うん、すごくやっぱり去年か出させていただいたんですけれども、ラインナップも面白いし、バンドだけじゃなくてね、いろいろいて、今回 INI さんとか、まあ、普段だったらなかなか顔合わさないようなメンツで、ライブ見ててもすごく楽しかったんですけど、ライブ終わった後は、まあ、今年ね1月ということもあってメンバー4人とあとマネージャー陣と、まあ、飲んできまして、まあ楽しかったんだけど、おかげさまで若干ちょっと今声がカサカサしてるんですけど、まあそれはもうここだけの話ということでよろしくお願いします。はい、ということで今月のテーマね、恋愛は追いたい派追われたい派、ちなみにバレンタインは手作り派購入派という、さっき新年の挨拶したと思ったらもうバレンタインネタかっていうね、月1回なんでこういうことが起こるんですけど、まあちょっと時間軸がカオスですけどね。はい、まあ間もなくというかあと2週間ぐらいですかね、バレンタインということで、まあそれに絡めたお題で今日はお届けしたいと思います。北海道の高校生海さんから届いたテーマなんですよね、これ追いたい派か追われたい派かで、コメントもくれてまして、恋愛したことほとんどないから気になります、磯部大先生の意見も聞きたい、ヒロさんのラジオがあるから勉強頑張れますということで、いやありがとうございます、そう言ってくれると嬉しいですね。今も聞いていただいているんでしょうか、北海道ね、ありがとうございます。さらに福岡県のしおりさんから届いたテーマ案で、バレンタインはチョコね、手作り派か、チョコじゃなくてもいいのか、手作り派か購入派かっていうテーマ案、まあ別々の方から届いたんですけど、なんだったら一緒に調査しちゃおうということで、合わせてみんなの意見を募集しております。しおりさんからのコメントで、皆さんのご意見ね、みんなのこのリスナーのみんなのご意見とヒロさんがもらうのはどちらが嬉しいかを知れたらなと思いましたということだったんですよね。ちなみにね、まず海さんのテーマ、追いたいか追われたいかなんだけど、そうね、まあなんか追われたら嬉しいよね、やっぱこう誰かがこう好いてくれてるって実感できるっていうのは素直に嬉しいことだなと思うんですよね、まあこれは思うわ、うん、なんだけど、まあ俺そうね、本当に本音の話、まあだからその尊敬できるところとか、なんかその人の才能だったり、才能じゃなくてみんな例えばすごくこうちゃんと挨拶するとこみたいな何気ないとこでもいいと思うんですけど、なんか尊敬できるとこがあったら追うっていうのと違うけど、まあそこはちゃんと好きでいたいなって思う派ですかね。まあ、答えになってないな、あんまな。まあ、ちょっと考えとくわ。いきなりだったから、ちょっと、まだ頭回ってないかもしれない。さらに、しおりさんからのね、手作り派か購入派か。これはね、もし、だから大切な人がいる体でじゃあ話しますけど、それはね、やっぱ手作りが俺嬉しいかもな。うん。何でも嬉しいんだよ。その、考えてくれて、
これ食べてほしいからっていう理由で買ってきましたってなったらそれももちろん嬉しいんですけど、やっぱこう手で作った感はね、うん、嬉しいかもな俺は。はい、ということで皆さんの意見もぜひぜひ教えてください。生放送中もメッセージをもちろん受け付けています。送り忘れたという方、まだまだ間に合いますんで ZIPFM のウェブサイトメッセージまたは小文字の英語でハッシュタグゴリラレディオをつけてツイッターでどしどし教えてください。ということで今日も最後まで楽しんでいきましょう。まずは一曲ケーキやいやつ聴いていただきましょう。アレキサンドロスで無心拍数。僕がここにいる理由を探して胸の隅から隅に駆けずり回るけど見当たらず空を蹴り上げようやら夢がこぼれ落ちて夜に溢れてた何度だって触れもしない名前もない感覚しいことを brought to you by Panasonic。 ハッシュタグそれぞれの選択、アレキサンドロス磯部ひろゆきの日曜夜の選択トークその6。今夜もですね、さらにパナソニックの洗濯機使ってみたんですっていう話なんですけども、実はタオル専用コースっていうのがあるらしいんですよね。で、専用コースってそんなのあるんだってまずびっくりして、で、まあ、試してみたんですけど、これがねふわふわなんですよ。ふわふわのモフモフなんですよこれが、まただからこれ使い始めてから風呂上がりまず頭から拭くんですよ俺。なんだけど頭拭きながら
ちょっと顔をさすっちゃいますよね。うん、スリスリしたくなる肌触り。これやっぱさすがタオル専用コースってつけただけありますよね。これこんだけふわふわだと逆にこう吸水性がちょっと落ちるんじゃないかなって最初心配にもなったんですけど、抜群です。うん、まあそんなわけでタオル専用コースは乾燥まで全部自動なんですよ。だからさらに今まで以上に乾燥機能を使うんですけど、これ乾燥フィルターってあるんですよね、洗濯機。やっぱね、ここを毎回掃除していかないとその乾燥時間長くなったり乾燥ムラが起こったりするんだというのもこのパナソニックの方に教えていただきまして、まあ今後もふわふわのこのバスタオルに毎回顔をうずめるべくですね、しっかりとフィルターも掃除していこうかなと思います。それぞれのライフスタイルにそれぞれの選択を、パナソニックの選択機です。パナソニック、パナソニックプレゼンツゴリララディオ、磯部裕之が生放送でお届けしておりますパナソニックプレゼンツゴリララディオ。今日もですね、ハッシュタグそれぞれの選択の CM 流れましたけれども、タオル専用コースね、すごいよね。まあちなみになんですけど、専用コースじゃない普通の乾燥機でも結構なふわふわ具合なんでびっくりすると思います。あの CM 終わってまた CM してるみたいになっちゃってるけど、結構ねこれすごいんですよ。びっくりしました。さあ、まあそっちの感想もね、もし使ってる人いたら教えてください。さあさあ、今夜のテーマ、恋愛追いたい派追われたい派、ちなみにバレンタインは手作り派購入派ということなんですが、ごめん、さっきね一個伝え忘れてたことがありまして、昨日福岡でライブやったって言ったじゃないですか。でまあ楽しく飲んで、今日博多からここ名古屋まで新幹線で俺移動してきたんですけど、博多駅ね時間があったからちょっとブラブラしてたんですよ。たらお土産屋さんあるじゃないですか。でね、うまかっちゃん売ってたんで、うまかっちゃんって知らない人 いると思うんですけど、まあインスタントラーメンっていうのが即席ラーメンで、もともと九州のものですよね。ほんと美味しいんですよ。俺個人的には結構好きで、なのでこのね今手元にあってカサカサ言ってるのがそれなんですけど、5食、味がね5種類あって、その5種類が1パックになってるのを3つ買ってきたんで、これ今日コメント読んだ方の中から抽選で3名様に差し上げます。お土産イエーイということで、はい、どしどしメッセージお待ちしております。3つしかね買えなかった、さすがにちょっとね持てなかったわ。これ以上はだから3名様なんですけども、楽しみにしててください。はい、ということでコメント早速紹介していきたいと思うんですけども、北海道海さん、あれこれ冒頭の北海道の高校生海さん、このテーマの人と同じ人なのかもね。うん、恋愛は追いたい派、その理由、年齢が一回り以上上の人が好きだから構えていてほしい。構えていてほしい、これが理由なの。追いたい理由がそうなの。じゃあ北海道のこの高校生より一回り以上年が上の男性諸君は全員構えていていただいて、いつ来てもいいようにねしてていただければと思うんですけども、ちなみに海さん、チョコは購入派、その理由外れなし。なんかすごいこう明確な人ですね。全部一行構えていてほしい、外れなし、いいね、いいと思います。はい、年上の人が好きなんですね。でもやっぱ追いたい派がねちょっと多いのかな、多分今日のコメントの中で。続きまして、福岡県ゆきさん、追いたい派ですね。追われていても気づかないからです。後になって友達に言われたりすることが多いので、追う方が向いてると思います。しかも追ってる方がいろいろ自分が努力できるし目標もできるので追いたい派です。まあそうだよね、追われてっていうのもさ、だってまあ自分が気になってる人に追われるんだったらいいけどとか、そういうことになるのかな。だったらね、自分が好きな人はやっぱこう追いたいっていうことになるのか。でもゆきさんはきっとまあモテるんでしょうね。追われてるんだけど気づかないだけでしょ多分。いいよね。あ、友達後から言わないでその時に言ってあげてくださいよね。追われてるよっつってね。
ちなみに、ゆきさんは手作り派。うん。その理由は、その人好みに作ることができるからです。おお。これもなんか、ちょっとできる人っぽい感じですね。調整できちゃう。自分自身甘いものがあまり得意ではないので、自分好みに甘さを調整できるのが嬉しいし、買うときって自分の分ってなかなか買わないから食べれないので、自分で作って味見で食べたりしたいです。なるほどね。まあまあ、でも、作られた人はやっぱまあ嬉しいとは思うんですけどね。人によるか、でも。例えばその、あんまり親しくない手作りってさ、割とこう、思いがすごい乗っかるでしょ多分。その自動的に。受け取る側だから、まあ、人は選ぶかな。ね。続きまして、あゆみさん、東京都の方ですね。追いたい派。残念ながら追われていた記憶がない。ずっと追い続けてます。なるほど。まあ、わかりやすい理由ですけど。まあでも追ってる人が多いのはでもこういうことだよね。追われるってなかなかね、すごい贅沢な話だなって思うんで、どうしてもやっぱ追ってたいんだろうな。うん。で、ちなみに手作り派。自分の好み的に甘いチョコレート菓子よりもフルーツ系のややさっぱりしたデザートっぽいのを作りたいです。意外と作る人も多いんだね。はいはい、あ、もうじゃあちょっと時間っぽいんで、曲いきたいと思います。これね、俺が、中学1年生の時に、磯部少年、好きな子ができたんですよね。まあ、ちょうどアメリカに行ってた時期ですよ。で、この曲はね、その時に偶然よく聴いてたんだけど、めちゃめちゃ、こう、切なくなるというか、やっぱ10代のさ、そういう曲とシチュエーションって紐づいてるじゃない。だからね、これ、ちょっと、今日もうすぐバレンタインということで、かけたいなと思って、聴いてください。All for One で、I swear。I swear!By the moon and the stars in the skies, and I swear, like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on.Your mind, you can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break.I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side. I'll be there, for better or worse, till death do us part. I love you with build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my loveI swear, I swear.
部博之がお届けしております。Panasonic Presents Gorilla Radio。はぁ、切ない。これやっぱね、思い出すね。こう、セピア色の感じがね、いいですね。もうちょっと、懐かしすぎて噛んだもんね、今ちょっと。出だし。さあさあ、どんどんメッセージ行きましょう。みんな本当にたくさんありがとうございます。続きましては、追われたい派ちょっと紹介していきたいと思いますが、はるかさん。同じく高校生の方ですね。追われたい。私が今まで恋をしている時が毎回追ってる方なので、人生で一回でもいいから追われてみて、違う視点からいろいろ感じてみたいからです。笑い笑い笑い。めっちゃ笑ってます。なるほど。まあ、だから基本追ってんだね。だからその願望としてというか、一回追われてみたいよねっていうことですよね。まあでもこれはまあわかりますよね、みんなね、多分。ちなみに、手作り派ですね。私は毎年バレンタインデーは手作りプリンを、プリンを友達や好きな人に渡すのですが、市販のものを渡すより自分で作ったものをあげる方が達成感があるし、自分が一生懸命作ったものを美味しいと言われるとものすごく嬉しいからです。まあそうだよね。これは多分バレンタインに限らず、やっぱね、もうなんかこう、友達みんな呼んで、まあそのコロナ期間になってからはなかなかこういうことはできないですけど、まあ鍋パーティーとかやったりするじゃないですか。鍋って結構まあその難しいものから簡単なものまであって、俺が作る鍋なんてそんな難しくないんだけど、それでもやっぱり美味しいって言われたら嬉しいですよね。これはね、手作りの魅力の一つだなと思いますね。続きまして、みおさん、神奈川県。追われたい派ですね。普段目立たないのに謎に学年一のイケメンからモテる女子とかいう少女漫画のド定番に憧れたりするから。わかるわかる。でもそうだよね。でもさ、これ意外と実際あることないっすか？思うんだけど、なんかこう、まあ、いわゆるね、そういう学年でモテてるその人たちって今やっぱいるじゃん。どの世代も多分いると思うんだけどさ、意外とそこじゃなくてポツンっている人が実はもう謎の美少女みたいな感じに見える時とかあって、で意外と男の子がちょっとこう気になっちゃってるんだよねみたいな、ある気がすんだよな。いけるぜ、ミオさん、大丈夫。これはちょっと続報、もし何かあったら教えてください。あ、ちなみにね、ミオさんは購入派。人に食べさせられるレベルのものを作れないから購入派。まあやっぱり相当自信ないとね、お菓子は特に難しいって言うから、全然それもありだと思います。結構もう俺喋りすぎて時間ないんだよね、多分ね。どんどん曲いかないとまずいのかな。もう一個いけそう。ということで、ゆのさん、富山県の方ですね。ありがとうございます。追われたい。最近5年以上付き合ってた彼氏と別れて、その当時は私が追ってばかりの恋愛だったので、正直追うのに疲れたからです。追われる女性になれるよう頑張りたいです。なるほどなるほど。まあやっぱり追ってるのを経験して、だからやっぱまあ次は追われてみたいなと。ねえ、まあちゃんと自分も好きな人だったらやっぱり追われてるっていうのはこう、好きだって思ってもらってる実感も湧くだろうしね。いいもんですよね。ちなみにゆのさんは手作り派。ある時期から某有名良品店のお菓子作りキットを、母と私別々の内容のものをバレンタインの時期に買って作って自分たちで食べたり友人にあげたりしていましたということですね。お菓子作り得意というわけではないのですが、作るのが楽しいと。今年も手作りしようかなと思ってますということですね。あげる人いなくなってしまったのですが、笑い。5年でしょ ?5 年以上付き合ってたのもね。うわー、これは結構、まあ、でも自分から別れたのかな？ね、追ってばかりの、あ、そんなこともないのか。もうこれちょっとね、飲みながら話したら止まんなくなるから、飲んでないんだけど、今はね。お茶飲んでるんだけど。こういう話はやっぱね、いくらでも話せちゃうよね。ということで、ちょっと曲行きましょうか。聞いてください。ポリスの曲行きます。Every Breath You Take。
Presents Gorilla Radio Heroes Choice。 アレキサンドロス磯部ひろゆきが生放送でお届けしております Panasonic Presents Gorilla Radio。 ここからの時間は Heroes Choice でございます。番組のスタッフさんが、まあ、俺にやってほしいことを2つ用意してくれておりまして、まあ、俺まだそれ知らないんですけど、それをね、必ずどっちか1つ選んで実行しなきゃいけないっていう、まあ、恒例になりつつある企画でございますが、先ほど封筒をね、まあ、もうこれは恐怖の封筒に半ば見えてはいるんですけども、早速開けていきたいと思います。この中にお題が入ってるんですけど、さあ、今月の挑戦、選択その1、メンバーのモノマネに挑戦。ほう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 。あ、千葉県の久江さんが提案してくれたんですね、これ。なるほど。川上洋平、白井正樹、リアドイブ、口癖などそれぞれの特徴を掴んだモノマネをお願いします。なるほどね。で、選択2、うまく伝えられるかな、食レポクイズ。お、これ長野県のレミさん提案してくれたんですね、ありがとうございます。何かを食べて1分間で食レポ。リスナーはもちろん何を食べたかわからないので、匂い、味、形など、レポートしてもらい、リスナーはこれだというものをツイートする。おー、リスナー参加型。なるほどね。新しい。ZIPFM のナビゲーターなら言葉でうまく表現できるはず。いや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 、バンドマンですからね、俺一応ね。まあ、ナビゲーターやらせてもらってますけど。はい。わかったという方は、小文字の英語で、ハッシュタグゴリラレディオをつけてツイートお願いします。なるほど。何を食べたかの答えは番組のエンディングで発表してください。これ何？これを選んだ時の食べ物ももう実は用意してある的な。あ、なるほど。でも、せっかく用意してくれたなら、じゃあ、それかな。あれだよね。またちゃんと食べれるやつですよね、今回は。ああ、やばい。このヒロズチョイスでね、去年痛い目見てるんでね、ほんとね。まあでも、昆虫食ね。なんか今、流行ってるというか、多いらしいですけどね、実際。慣れれば、
ちゃんと食べれるでしょうけど。じゃあ早速、そうですね、選択2でいきたいと思います。はい、あ、そっか、言っちゃいけないんだもんね。あ、なるほどね、なるほどなるほど、はい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 。じゃあこれ1分間で食レポでしたっけ。短め。そっかそっか。そうだよね。じゃあ、いただきまーす。これまずね、めっちゃ、これ、カツオだしかな？昆布だしかな？両方かな？まあ、とにかくね、だしがすごく、ふんわり香って、すごくいいですね。冬といえばこれ。これ簡単なんじゃないかな？まあ、やっぱりね、食べたくなりますよね、これね。実はこれは、まあ、罪悪感も低めなんですよ。食べてて。ハフハフ食べるのが美味しくて。だからこの時期に制作でね、スタジオなんか入って夜中までやってると小腹減るでしょ。その時に夜食として食べるのに最適なんですよね。コンビニで売ってていい香り、これいただきます。あー、これいいね、いいね。やっぱりちょっとこれ、うんうん、美味しい。やっぱこの、さっきからだしだししか言ってないけど、だしがやっぱ美味しいですね。煮込まれれば煮込まれるほど、うん、このどんどん、まあ、この煮込まれてクタクタになっていく感じもね、俺は好きなんですけどね。やっぱからしが欲しくなる感じはあるかな。これは大丈夫なんだよね、言って、これは OK ね。うん、まあ地方によっては柚子胡椒をつけたりとかね。ちなみに柚子胡椒をつけて食べるのもすごい好きですけどね。いろんな具材が入っていて、まあ、自分が好きなのを食べる。自宅で作られる方も多いんじゃないかなと思うんですが、作るときはね、俺も実際作ったことあるんですけど、下準備が結構ちゃんと作ろうと思うと大変です。うん。ただその代わり、その下準備を経てできた、これは、本当に美味しいです。はい。もうこれでわかるんじゃない？ねえ。あんまり味のレポートとかしてないけど。なんか説明を遠回しにしてただけみたいになってるけど、まあまあまあ、これね、ちょっとじゃあみんなツイートをどしどしお願いします。正解は番組の最後に言いたいと思います。はい、これもう曲行った方がいいのかな、時間的に。そうですね。はい。じゃあ、ここでもう一曲聴いてもらいましょう。この間にみんな聴きつつ、正解をどんどんツイートしてください。聴いてください。The Verb で Sonnet。
Panasonic presents Gorilla Radio。 時々洗濯物を洗濯機いっぱいに詰め込んで洗ってしまいます。そんなあなたに洗濯機の正しい定格容量のお知らせ。汚れをしっかり落とすために洗濯物は少し控えめに。パナソニックの大容量12キロの洗濯機ならたくさん洗えてまとめ洗いもきれいに仕上がります。余裕のある容量で正しい洗濯を。パナソニック。大切な家族の衣類は特に清潔にしておきたいんです。そんなあなたにパナソニックの縦型洗濯機ジア除菌コース。専用の除菌剤を入れて匂いの原因菌まで徹底除菌。直接肌に触れる肌着やタオル、部屋干しにもおすすめです。ジア除菌で信じられる洗濯を。パナソニック。気づけば今の場所にいる人も、遠回りしながら今の場所にいる人も、そこに至るための分岐点があったはず。アレキサンドロス磯部裕之が気になっている人のその分岐点に迫る。ハッシュタグそれぞれの選択。今回のお相手はジョージ・ウィリアムズです。まず明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。光栄ですよ。嬉しい。ありがとう。いや、そう言ってもらえてこっちが嬉しいですよ。まさか俺がジョージにインタビューする日が来るなんて。そうだよね。思わなかったし。そう。しかもこう全部日本語でっていうのもすごく。そうだ、俺たちいつも英語で会話してるもんね。そうなんですよね。最近では去年の10月に我々が出演しているパナソニックの新 CM リリース記念で行った YouTube ライブでジョージに司会進行をやってもらいました。アレクサンドロスでいろんな人呼べるんじゃないですか、どうして僕を呼ぶんですか。いや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 、嬉しい。まあ、普段はこう飲みながら語り合う中ですけども、うん、弟がいたらヒロだなって思ったの、うん、まあ、実際僕弟いるけど、はいはい、俺お兄ちゃんいないんですよ、うん、だから自分の兄貴みたいに接する人ってすごく少なくて、だからジョージはやっぱそうだし、ああ嬉しい、俺にとってなんかすごく嬉しいです。でまあこのコーナーなんですけども、うん、お越しいただいた方の人生の分岐点っていうのをいろいろお聞きしてるんですけど、うん、これ聞いてる皆さんもね、そうみんな分岐点あるんじゃない。うんうんうん、そうですよね。でその分岐点を乗り越えられてきた理由って一つはフェイスっていうのかな、うん、希望、うん、俺はここで終わんない、うん、でここまで来られたからここで終わるもんか、もう絶対やってやるっていう、まあ、もちろんへこむ時はありますね、うんうん、こんなこ、まあ、数ヶ月も、でも思うようにいかない時って学べることが一番あったりとかするじゃないですか、はい、だからただへこむ時ももちろん必要だし、うんうん、だけどそこから何か芽を出すっていうか、うん、天気が変わるようにその状況も変わるから、うんうん、今いくら曇り空で雨が降っていても必ず青空の日は来る、うん、と僕は信じてる、はい、今辛くてもちょっと待ちな、うん、できるだけ前向きになって、うん、その青空の日を待ちましょうよって。そうですね、そうですね。あともっと言うと青空が来なかったとした時に後悔したくないというか、うん、何かのせいにしたくないっていうのが自分としてはあって、うん、だから自分で納得いく選択肢を考えて進んでいくっていうのがあると思うんですけど、うん、何もかもが光って目覚ましいと思ったらその思い忘れないで、それ以上にしちゃえばいい。今までどうですか、なんかそのジョージが選択をこういろいろして分岐点、うん、まあいろいろこうあった中で、うん、大事にしてるポイントって仲間、うん、思うようにいってない時って、うん、なんか人が離れていったりとかするんじゃない。ああなるほど。でもそのいらないものが全部消えていっちゃうと思うのよ、うん、でそこで残っているものを見て、でそれが僕だと思う。僕一人でこの自分の道を
歩んできたようには見えますけど、でもいろんな人に支えられてきてここまで来られたから、うん、その思うようにいかない時に本当身近にいる仲間の言葉を聞いて、でそこにヒントが僕いつもあると思う。でそれにすごい救われてきた。人生がめちゃくちゃうまくいってる時っていろんな人に寄ってきますよ、はい、なるほど。目立っている時とか、はいはい、でもそうじゃない時に、うん、例えば病気した時に自分の友達は誰なのか分かるっていう話を聞くんじゃない、はい、これ本当結構そう思うし、そうですよね。いやこうミュージシャンとして生活していく中で、うん、今の話って俺にとってもすごくこう響く部分があって、うん、なんでかっていうと俺ソロシンガーとかで、ジョージもまあこう旗から見ればソロ活動をされてる方で、俺ってやっぱ常にバンドメンバーがそういう意味では仲間として寄り添っていて、アレキサンドロスとしてこう決断を下してきてるっていうのがあるんですけど、今僕ヒロの言葉聞いて、俺はバンドマンじゃないけど周りにバンドっぽい関係の仲間いるね、思うのよ。まあバンドっていうくくりではなくてもやっぱりそういう存在っていうのが、そうそう、そういう存在、そうで、ヒロもその一員。ありがとうございます。もちろんありがとうございます、うん、また近々飲みながら、じゃあその辺そうそうそう、そうしよう、そうしよう。ハッシュタグそれぞれの選択、放送ではここまで、完全版はホームページをチェックしてください。次回磯部裕之がお招きするのはどんな方なのか、乞うご期待。洗濯機の乾燥コースを使うと洗濯物が傷んだりシワにならないか心配です。そんなあなたにパナソニックのナナメドラム洗濯乾燥機、ハヤフワ乾燥ヒートポンプ、約65度の低温風だから衣類に優しく、シワを抑えてふんわり仕上げます。今こそ干さない洗濯という新しい洗濯を。Panasonic。 Panasonic presents Gorilla Radio。磯部裕之がお送りしております Panasonic Presents Gorilla Radio、 ハッシュタグそれぞれの選択、いかがでしたでしょうか。ジョージ・ウィリアムスさんですよ。まさかね、番組内でも、コーナー内でも言ってたけど、俺がジョージインタビューするなんて日が来ると思わなかったし、まあ、本当に兄弟構成上、俺自分が兄なので、上の兄弟がいない中で、本当にね、兄貴のように接しさせてもらってる人のうちの一人なんですけど、嬉しかったですね。で、やっぱね、ものすっごくいい話、今も、5分間ですごくこう、魅力的なコーナーにはなってるんですが、このフルバージョン、これがですね、完全版が Spotify などでポッドキャスト配信もされますので、この後ね、番組の後アップされます。なので皆さんぜひぜひ聞いてみてください。ジョージもこの放送今もしかしたら聞いてくれてるかもしれないんですけどね。 Thank you so much George ということで、近々またジョージとも飲めるのを楽しみにしております。皆さんも意見など、感想などですね、 ZIPFM のウェブサイトエントリーからぜひぜひ教えてください。はい、じゃあ、メッセージをガンガン紹介していきたいんだけど、追われたい派リンノさん、富山の方ありがとうございます。積極的にアピールするのがあんまり得意ではないので、相手から話してくれたりデートに誘ってくれたら嬉しいからです。なるほどなるほど。ちなみに、プレゼントは購入派、プロが作ったチョコが見た目的にも味的にも素晴らしいからです。そうですよね。っていうかね、俺ね、追われたい派の意見の方がほうほうほうって思う自分に気がついて、もしかしたらだから俺どっちかって言ったら自分は追う派なのかなとか思ったりするね。なんかこうなのね、追われたい派って思うんだよね。自分にはあんまない部分だからかもしんないなって思って、うん。しかもね、こうもし好きな人ができたら割と自分から思いを伝えたい人ではあるんですよね。言われてこうお付き合いを開始するよりも自分から言いたい、うん、これって追いたい派になるのかな、どうなんだろうね、うん。対して追われたい、ごめん、追いたい派か、ゆいさん、新潟県の方ですね。追いたい、というか追わない恋愛だと熱量が相手と平等にいかず、自分の気持ち的にうまくいかないので消去法で追いたい派です。追われる方が幸せになるとはよく聞くのですが、なかなか気持ちはうまくいかないものですね。なるほどなるほど。まあ、確かにね、自分から好きにならないと熱量が合わないと、うん、こういう人も多いんじゃないでしょうか。はい、ちょっとまだまだ紹介したいんですけど、曲いきます。やっぱこれですよね、 Mr. Big で To Be With You。
be that bad when it's through. It's through. Fate betwixt the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all. Go down, game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line. Yeah, just to be the next to. ハッシュタグそれぞれの選択、アレキサンドロス磯部ひろゆきの日曜夜の選択トーク、その7。もうね、毎度になってきましたけども、パナソニックの洗濯機、今日も使い倒してみたって話ちょっと聞いてもらってもいいですか？これスマホで洗濯っていうアプリがあるんですよ。で、まあ、もうスマホで洗濯っていうぐらいですから、スマホと洗濯機をつなげられるんですけども、これ何がすごいかって、洗濯が終わりましたよみたいな通知までスマホに送ってくれるんですよね。だから例えば仕事に集中しちゃってたり、あとまあ俺だったらお酒飲んだりしてると、洗濯回してるのついつい忘れちゃったりする人、これ絶対いると思うんですけど、だからスマホへこれ通知してくれるとめちゃめちゃ助かるんですよね。あと洗剤が少なくなると、もうすぐ洗剤なくなりますよって通知も来ます。しかもそのままオンラインで洗剤買えると、ピッと。でちなみになんですけど、月に1回ぐらい洗濯槽の定期的なお手入れしてくださいっていう通知も来るんですよね。まあ、そもそも洗濯するたんびに、まあ、自動で洗濯槽を掃除してくれてるらしいんですけども、念には念をということでちゃんとこう掃除してくださいっていう通知が来るんですよね。これは本当に便利。スマホって肌身離さず普段持ってるものだから、そこに通知してくれると絶対見ますからね。そんな感じでスマホで洗濯アプリも使い倒しております。はい。
それぞれのライフスタイルにそれぞれの選択を。パナソニックの選択機です。Panasonic。Panasonic presents Gorilla Radio。アレキサンドロスの磯部裕之がお送りしてきました。 Panasonic Presents Gorilla Radio。 そろそろお別れのお時間。俺今日そんな喋ったっけ。なんかめちゃくちゃあっという間な気がするんですけど、ちなみにもうちょっと時間ないんで、じゃあさっきのあのヒローズチョイスの答え、あれはおでんでした。はい、正解してる方もたくさんいて、ツイートがね続々届いてて、みーさん、ひよさん、うーさん、みずはさん、かずにーさん、あいさん、ラムさん、めぐみさん、うみさん、うみさんってあの北海道のなんか構えていてほしいがインパクトありすぎて俺覚えちゃったんだけどかな、サザンカさん、はなさん、ミルクさん、うにっこさん、青のりさん、ポポさん、アッキーさん、ちーさん、その他たくさんありがとうございます。いやちょっとこれはね、他にもメッセージね、ありささん、ブルーベリーさん、ゆうさん、なつきさん、やよいさん、なみこさん、みどりさん、わかなさん、本当にいろいろありがとうございます。もう早口でいきます。パナソニックプレゼンツゴリラレディオポッドキャストスペシャルエディションが Spotify のミュージック&トークで配信されてますので、ぜひ聞いてください。さっきも言いましたが、ハッシュタグそれぞれの選択、本日はジョージ・ウィリアムさん、完全版 Spotify などでポッドキャスト配信されますので、こちらも合わせてチェックしてください。番組 Twitter でリンク投稿するので、聞き逃した方はこちらも合わせてチェックしてください。次回のパナソニックプレゼンツゴリラレディオは2月26日です。またテーマ変えてお届けしますので、ぜひ聞いてください。超早口になっておりますが、この後は白井なっちゃんナビゲートのファインドアウトです。引き続き ZIPFM でお楽しみください。それではまた来月お会いしましょう。この曲でお別れです。アレキサンドロスでドラキュララ。バイバイ。その傷を見つけた、慰める気はない、ただ君もそっと彼から奪い去りたい。Panasonic presents Radio. This program has been brought to you by Panasonic.